奇跡の清流仁淀川流れる井野町で三代続く魚屋を夫婦で営んでいる大金と申します。仁淀川の風景を感じていただける商品を作りたいと思いました。なぜならこの風景は失いたくない特別な宝物だからです。本日6月1日は仁淀川も鮎の解禁を迎えます。鮎の質は稚魚と川で決まると言われています。仁淀川の稚魚の大半は川で生まれ、海から川を遡上してくる本天然の稚鮎で、川の質は言うまでもなくつまずけて恵まれています。友釣り漁は元気で大きな鮎から釣り上げられ、数ある漁法の中でも最も自然に優しい漁法です。その友釣り鮎にこだわり、地元老舗麹屋さんの麹を使い、手作りした塩麹に漬け込みました。牧場鮎を一年中美味しく召し上がっていただきたいと、友釣り漁師であり、京都で和食の修行をした職人であり、家業を継いだ魚屋でもある主人が知恵と技術でこの鮎の塩麹漬けを仕上げました。取れたて焼きたてが美味しいのはもちろんですが、この鮎がどのくらい普通の鮎と違うのか、この後主人が心を込めた鮎尽くしのごちそうを審査員の皆様に味わっていただきます。きっとこの鮎が去年取れた冷凍の鮎ということに驚いていただけることでしょう。今和食ブームの中、形だけではない本来の和食を世界中に伝えたい、日本らしさを一年中感じていただける食材として、シンガポールのシャングリラホテルでも最高の鮎をぜひ召し上がっていただきたいです。この鮎を食べると仁淀川を守らなければいけないときっと思っていただけます。はい、どうもありがとうございました。あ、水瓶しまっちゃうんですね。せっかくって、はい、していただいた水瓶が、はい、なんかこれこそ水瓶感がありますけれども、川の中の写真っていうことですか、はい、へぇー、仁淀川、さあちょっと開けてしまいましょうか。本日は6月1日を迎え、はい、仁淀川も解禁日を迎えました。これが本当の天然の鮎だということに気づいていただけると思います。精魂込めてこの器の中に仁淀川の鮎、仁淀川の友釣りの鮎を詰め込みましたので、存分に味わっていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。これなんかどこからとかありますか、はい、まずは、はい、川エビの添えられている、川エビが添えられている、これですね、塩麹焼き、シンプルな焼きから召し上がっていただければ。行ってみたいと思います。見えない、あ、行きます。だから、うん、本日解禁日を迎えてますので、はい、前年度の冷凍の鮎ということになります。全然そんな感じはしないですよ。香りも柔らかさもですね、本当にまさに取り立てなんじゃないかというぐらい、はいはい、しっかりとしたお味です。全然パサパサ感がないです。徳野さん、骨とかどうですか。いや、骨もね、これ骨せんべいになってますけれども、確かにそのせんべいはせんべいも横にありますよ。確かに塩分は塩麹で補っております、はい、あ、そうですか、はい、これ骨は手で抜いてらっしゃるような感じになる。いや、さばいた時にできる、あ、取られた、ね、これなんで、はい、もう余すことなく骨、骨もいいですね。カリカリとっても美味しいです。次どこ行きましょう。はい、まずは上のキュウリを添えられている、あやめの器に盛り込まれた、これも美味しそうですよ、はい、夏はこれ何でしょうか。仁淀川のキュウリと塩麹を、うん、雷干しという、美味しい、キュウリの主語で、あゆは生の塩麹の状態で盛り込まれてます、うん、はい、一つは、うん、お豆腐のおからですね。豆腐のおから卯の花絵になってます。どれですか。あ、はい、はい、あれですね、はい、このお花の器に入ってますね、はい、そうです、はい、卯の花絵になってます。それは塩麹漬けの鮎をそのまま刻んでおからと合わせてます。あ、なるほど。本当にいろんな鮎が味わえる形になってますね。その最後にもみじの添えられている、もみじの添えられている、それはちょっと塩麹漬けを通じて仁淀川の自然と素晴らしさを、和食の文化を生み出して世界中で人の力で仁淀川を守っていただきたいと思います。すいません、申し訳ないです。グランプリを発表します。グランプリは魚金&近衛さんです。ありがとうございます。ステージの方、はい、上がります。ステージの方にお願いします。あともすぐ後ろ
伝わるところがあると思います。だけど伝えるだけじゃなく、自然を守っていく、残していくというやり方も必要だと思います。これから自然とうまくやっていきましょう。